31日10時半より、第69回 NHK 紅白歌合戦3日目のリハーサルが行われた。今年も NHK の人気番組とのコラボ企画が目白押しだ。決め台詞、ぼーっと生きてんじゃねえよ。が、流行語大賞にもノミネートされた、チコちゃんが岡村隆史と登場。チコちゃんに叱られる。でのやりとりを紅白でも楽しめる。司会の広瀬すず、桜井翔も、チコちゃんの大ファンのようで、リハーサル中、スタンバイ時間などで、チコちゃんに話しかけ談笑する様子も見られた。続いて登場したのが、赤いタンクトップに、短パンの武田正治。話題となっている、みんなで、筋肉体操に出演する、小林浩太、村雨達郷と共に、筋肉で、天童よしみのステージを盛り上げる。武田はサックスまで披露で、天童の、ソーラン祭り2018、ドサンコバージョンとどんなコラボを見せるのか必見である。これぞ紅白、他では見られないステージだ。総合司会の内村光良が出演する、ライフのメンバーも、随所で登場する。人気コーナー、三ツ矢の部屋には、レギュラーのムロツヨシ、ダパンプがゲストとして出演する。しかし、このコーナーには、ゲスト枠が、あと二人用意されている様子だが、リハーサルの時点で決まっておらず、急遽代役を務めたスタッフが、元、ライフの AD だったようで、内村にいじられるというリハーサルならではの風景も、見られた。本番で誰がゲストとして出演となったのか注目したい。平成最後となる紅白歌合戦は31日19時15分に放送開始。 NHK 総合テレビ、 BS4K、 BS8K、 ラジオ第1にて視聴可能。